三木家住宅三木家住宅は、徳島県三馬市小屋平蘭麻三木にある日本の古民家。日本国の重要文化財に指定されている。本項目では本住宅に隣接している三木家資料館についても述べる。淡木部民の公営である豪氏の一族とされる淡木氏の本家が、江戸時代前期当時に、自家の本居としていた淡国大江郡三木村に建てた民家である。 建築の年代は、それを示す棟札が腐食して読むことができなかったため、建物の特徴から判断されたものである。現在も淡美基市の本家筋の一族によって管理、されている。三木家住宅の西隣には、古代山和朝廷の大城祭において、ン部の民の内においご天神として祖福を準備し、江戸時代当時においては、三木村の庄屋も務めた淡美基家の歴代における、 各種資料を公開している三木家資料館がある。内部に収蔵されている文書のうちの一つである三木家文書は徳島県の有形文化財に指定されている。資料館の運営は地元のボランティアによるものであるため、施設の運営に関してはボランティア人員の都合によって左右される。中世山岳武士の家屋状況を現代に伝える貴重な意向として、 1976年2月3日に、国の重要文化財に指定された。南面の木造平屋建て。寄せ棟造り、かやぶき。桁雪22.2メートル。張間9.3メートル。南面、西面及び北面ひさしつけ、鉄板葺き。土間三軒、座敷七間。屋内は、聖が八軒造り。当初、土間は二軒となっていたが、後に、 土間に一番近い座敷を新土間に転換させており、西側島が土間三軒といろりの間となっている。東側島が座敷になっており、北東の隅が矢主専用の床の間である、天狗の間となっている。川屋などは天狗の間の西隣となる奥の間と、いろりの間の東隣となる中奥の間、双方の奥の間を挟んで北に伸びた廊下の先端にある。 基本的には住宅及び資料館、双方共通。ただし住宅に対しては、外観の見学だけであるならば時間外でも可能。郊外地にあるため自家用車かタクシーなど、車での来訪が推奨される。駐車場完備、普通自動車15台分。現在の徳島県三馬市大麻ざ屋平のあざみつぎ、及び地み次の区域、大溝の赤ランド。 特定の医療を準備する、家柄、役職、新たへ、新たへ、新衣、朝によっておられた新布の、及びそれによってあつらえられた簡素な着物。なお現代においても大上祭に使われる祖福は、淡み木家が用意するものとされている。見学に際しては前もって、みまし教育委員会文化、スポーツ科などの関係する管理機関に予約などの、 連絡を入れることが望ましいとされている。ありがとうございます。